人が多いと思います。この渋谷だから外でやるのが楽しいっていう形ですね。店だったら、まあ、どこでも行けるじゃない、渋谷じゃなくてもいいじゃないですか。条例作ったらさらに問題になったり制限するのは難しいんじゃないかと一番思います。去年のハロウィーンの際、酔った人に券売機を壊されたというこちらの飲食店は、渋谷 の、 その飲食店としては、まあ、悪い話も聞きますが、多分売上自体は全体的に上がっていると思うので、まあ、どんどんお祭りやってほしいと思いますし、ただそこに関してこう羽目を外さないようにこう市が区が動いてくれるっていうのはいいと思います。路上飲酒が禁止されると渋谷の街はどうなるのか。渋谷に先んじて飲酒を禁止したある場所へと向かいました。神奈川県逗子市の海水浴場です。こちらでは5年前に浜辺での飲酒について条例が定められました。海の家以外での砂浜での飲酒を禁止に。その理由は海水浴客のマナーの悪化です。海水浴場では規制の数年前から大音量の音楽をかけたり酒に酔った客が騒いだりして周辺の住民から苦情が寄せられていたのです。警備員が巡回し飲酒をしていないかチェックする姿も見られました。するとこの飲酒禁止の余波は隣の鎌倉市に及びました。逗子市で飲酒が禁止されたことで鎌倉市の会